おは、朝だよ、みかです。これ、ね、有名でしょ？名作と言われてる、このゲーム。今はね、新しい漫画？この出版社かどうかもわかんないんですけど、アドテクノスかどうかもわかんないんですけど、出てるはずですよ。人心の乱と同じように。でもこれもともと、まあ、日本のゲームなの？知らんけど。ね、デザイナーがね、どこなのかなと思って。で、ドキドキしたら地図やろ。実は、ヨーロッパっていうか、イギリスの会社かな、そういうボードゲーム、ウォーゲームっていうのは、こういう、この辺の地図書くの好きやねん、あの人ら。一応、ちゃんとゲーム版になるよね。補強っていうか、上手に閉じないことも、ね、バンドでしょ、バンド、ね、さあここで何が繰り広げられるのかなって言ったら、絶対ちょっとこれなんかダブってる部分がある地図に、それをこれ上手に重ねたかんだけど、ね、なんか思い出すでしょ、ここ。こんなことしたらね。これ、キー持たせてるわけじゃないよ。もともと女ってこんな3万やん。3万というか、一つのゲーム集中できへんねん。その代わり女はね、たくさんのゲーム同時にできるねん。男と女の思考からの決定的な違いそこかな。なんかこれ、キー持たせてるとか、なんていうの、じらしてるわけちゃうねん。こんなもんやねん、普通。ね。他のこともしながら、時々ちょこここの部屋やってきたら、ちょこちょこなんかやって、また別の部屋でちょこちょこやって、ちょこちょこやって、やってるわけ。ね。それとこまだ駒は切ってないから、ね、あ、駒持ってくるか。後ろに何かおるかな。この男女の違いちゃんと分かってくださいね。そういうの怒らんといてね。こんなもん普通ですよ。本能的にそうなんですか。これ。まだ駒切って、なんか楽しく。綺麗でしょ。こんな見たらなんかこんな参加したくなるでしょ。俺だったかな、アンティゴナスだったかなとかね、プトレマイスだったかなとかね、セレオコスだったかなとかドキドキするんでしょ。日本人は普通そこドキドキしないよ。何人やねん、ドキドキするのそんな。まあそんなわけで着々というかぼちぼちと、そのいろんな、その片付けじゃなく、まあ片付けの一種なんですよ、こんなんて。棚卸しの一種でしょ。わからんかな。こういったね、ことをするのもね。棚卸しの一種なんですよ、実は。ね。もったいない、これ。プレミアムとか言わんだって、そんな言うほど値段まだついてないから。そんなプレミアとか、そういう趣味じゃないからね。ちゃんと学ぶためにやってるわけやから。